皆さんも昨を、ヤッチョさんとツバニャンのあの、生配信、まあまあ、ちゃんと見たんですよね。結果的に面白かったと思います。で、ツバニャンがブレイキングダウンに出てそのヘズマリューの奥さん、ヘズマリューの元彼女、で、今ヘズマリューの奥さん、シャフ、シーちゃんって言うじゃないですか、と戦う、話進んでるみたいだよね。で、ツバニャンの受かったんだよね。で、ヘズマの奥さんも多分受かると思うんだよね。で、あの、最高のこの、 役者が揃ったじゃんと思う新八丁、あの、シャフっていうのもバチバチしたわけで、まあ、俺、それをきっかけに新八丁動画を出し始めたんだよね。あの、新八丁が、ヘズマリーがホストにしてるところに、なんか、インタビューっつうか、取材みたいなの行って、そこで、その、シャフ、まあ、その時、全然有名じゃなかったんだよ。ただあの、追っかけの、すごい、なんか、まあまあ、綺麗なお姉さんが追っかけて、大金についてるみたいな。で すごいね、もう何百万で払ってるから、やっちょさんがあの自分の方にもちょっと支援してくれって、DM したら、あの、シャフさんがそれを晒して、そこからね、なんかバチバチで仕上げて、で、なんか話聞いてるとね、やっちょさんもなんか、ペチャパイとか言ったらしいね、その現場でね。だから、まあ、その、失礼なことされて、さらにさ、その、<laughs> DM でさ、なんか俺にも金くれって言って、頭きて晒したんだね。まあ、その、ケアも落ち着いてるからいいんだよ。でもやっぱ、あの、 ヘズマの奥さんのその、シーちゃん、シャフの方が、まだやっちょさんに対してムカついてるんだよね。なぜなら、これこれがこの間誕生日だった時に、これこれのね、その誕生日会に集まった人のイラストを誰かが書いたんだよね。これこれが中心で、ヘズマとかいて。そしたらその、えー、シーちゃんが、シンヤッちょいないねって。<laughs> <laughs> 闇みでさ、リープリしたんだよね。そしたら、深夜っちもそれ発見して、お前がこうやって有名なのは、お前の実力じゃない、あの、ヘズマの力だ、お前は雑魚だ、みたいなこと言って、まだ、<laughs> まだわたかまりがあってね、あの、バチバチしてるんだよね。で、それっていうのはさ、まあ、どこまでがさ、ガチでさ、なんつうの、落ち着いた方がいいのか、それともこれ、エンタメとしてやっていいのかって、その戦力がわかんないのが、この YouTube とかオンラインの面白いところだと思うんだけど、でもこうやって、 あのブレイキングダウンに出るまで行っちゃってるから、もうこれエンタメでいいよねと思うんだよね。で、この最高の伏線があるわけじゃん。で、ヘズマリュウが、あのちょっと前にさ、新野鳥とコラボっつうか、新野鳥動画でヘズマリュウが出たんだよね、その電話でね。それをなんか、ヤットさんが多分無断でアップしたと思うんだよね。そしたらヘズマリュウが本当に怒って、某配信者とはもう絡まないってツイートして、それが新野鳥だってことが明確になって、そこもだから、だから要は、 ヘズマ夫婦と新野鳥っていうのはもう対立関係なんだよね。で、ツバにゃんとそのヘズマ竜も結構ツバにゃンも晒してるじゃん。なんかヘズマ竜との LINE とかさ。まああれもね、どうかと思うんだけども、いっそのことでもう全部この配信者にはもうプライバシーもなんか,えんなんかね、LINE のなんか生命感もクソもないって感じで、もう全部エンタメにしちゃってるよね。ありになっちゃってるよね。まあ常識で考えたら間違ってるんだけど、 で、まあ、因縁があって、で、ヘズマリュが付き合ってないとか、なんかセフレだったとか、なんかでってきたのかって言ってヘ、ヘズマリュ怒ってんでしょってなったらさ、ヘズマリュの奥さんも黙ってないってことで、これ、いいよね。エンタメとして最高じゃんって思う。で、俺は、だから、ツマリンのセコンドに、あの、ぜひ、新八をつけてほしい。新八を押したいんですよね。で、新八丁も、セコンドに行きたいんだいなこと言ったら、ツマリンのほがちょっと拒んだんだよね。 いやいやいや、俺、新八丁しかいないでしょって。もう役者揃ってんじゃんって話で。新八丁さんのね、あの、見たことあるんだよ、あの、ミッドウチ。結構様になってるし、あの、役に立つよ。で、あの、メラチタガリ屋だから、絶対出しゃばるし、朝倉兄弟とかになんかやらかすかもしんないし、なんか、なんかしてくれるじゃん。多分 <laughs>、ストロング飲んでセコンドつくかもしんないし。ってなったらさ、もうこれはこれですごい面白いよねって思うんだよね。まあ、エンタメとしてね。もちろんさ、 あの主、主催者とかはさ、溜まったもんじゃないかもしんないけど、まあ、俺みたいな、その、外野面白いわけですよ。で、なんか、ナーボーさんのところに、なんか、新八党さん謝りに行ったんだよね。なんか、それもイベントに一緒になって、まあ、新八町がいたって、なんか、新八町がいただけで、もう、イベントの関係者みんなさ、や新八町来てるよ、やばくね、やばくね、みたいになって、あの、警戒したんだって。そしたら、その時のイベントでは、野とさんおとなしくしてて、ナーボーさんに謝ったっつって、丸子様って、 そんだけまあやっちょさんのなんかブランドっていうのはでかいんだよね、そのいい意味でもある意味でも。まあ、それこそさ、あのぜひ妻にゃんはシン・ヤッチをセコンドにつけて、もうそのさ、男女共にバチバチで最高の,、ね、あの舞台揃ってんじゃんって、これバズるよって思うんだよね。で、やっちょさんもさ、まあね、ガーシーコラボとかさ、だめになっちゃったし、まあ、レペゼンの方をまあ進めて。まあ どこまで盛り上がるのかわかんないよね、これから先。もう人でもなさそうな感じもするけどね。だからまあ、彼はね、目指したくてしょうがなくて、数字取りたくてしょうがないから、本当にこれはあのいい話じゃんって思って、僕はこれは、これは応援したい、押したいですね。あと、やっちょさんのその名前診に、その妻にゃんがより人に電話して、より人が出たんだよね。で、やっちょさんはなんかしなきゃより人に強気っつうか、嫌悪してるんだよね。で、なんかより人がね、ね、未成年の女の子を監禁したとか、 触れてはいけないであろう、そのバズも桜、桜 <laughs> さ,さんのことも触れたりとかして、あれ面白かった。うん、より人も、その、えー、受けて立つ、うん、俺にだってプライドがある、そんなね、お前に言われっぱなしで溜まったもんか、みたいな感じで、堂々としてたじゃないですか。あれ面白かったね。で、最近のね、より人さんの方はさ、やっぱ丸くなっちゃって、まあ丸くならざるを得なくなっちゃったわけじゃないですか。ああいうことだったから。でもなんか、ああいう強気なより人っていうかね、新八町はそれをエンタメとしてさ、容認してくれるからさ、まあ 相手が死んじゃっちならさ、両っと殴ったりしない限りは、あの、ね、警察汰とかにはなんないと思うんだよね。だから、とことんまでなんか、バチバチして、なんか、昔のね、ギラギラしたよりひとさんを僕は見たいなって思うし、つ、まあ、妻にあんにもそ,そういう人脈があるのは強いよね。だから、あの人は、やっちょさんと7年付き合って言ってるから、あの人の活動自体は10年ぐらいとかやってると思うんだよね。ってなるとさ、 もう、プロだよね。エンタメとは何ぞやっていうのも分かってるし、その人脈もあるわけじゃん。ユタポンとかさ、ヘズマリューとか、より人とか引っ張れてくるから。で、そういう人ほど、俺、っちょさんの近くにいてほしいなって思うんだよね。だって、やっちょ妻バニャンがいて、妻バニャンがさ、あの、電話一本でより人とかさ、まあ、電話だけど呼べるわけじゃん。ユタポンとかもね、つながりあるわけじゃん。だそういう人で、 つまりはもうエンタメ心がある人だと思うし、こうしたら盛り上がるよねってわかると思うの。で、まあ、カレンちゃん、赤津ちゃんとか、松のちってさんとか、まあそこら辺になっちゃうとさ、もうちょっと小粒なんだよね。だから、うん、別にアカまあ、まあんま悪く言いたくないけどね。だそういう人たちをちょっと休ませれば、あの、面白い人たちが出てくるじゃん。その断捨離じゃないけどさ。だからカレンちゃんいなくなった分、その、 いろんな人が来てさで、もしカレンちゃんがまだやっちょさんとつながりがあったらさカレンちゃんはやっちょさんのこと好きだからさ、しょっちゅうカレンちゃんがさ結果的にやっちさんの隣に陣取って他の人が入れないじゃんってなるとさやっぱ妻には面白いなと思うんですよねで沖縄にその帰らずに東京にいた方がいいじゃんってやっちょさんも言っていてあの、もう今ノリに乗ってるじゃんだからブレイキ,キングアウト出てその審査を通って朝倉兄弟とも対面してるよね すごいじゃん。いい数が吹いてるから、そこにやっちょーさんも便乗して、あの、ね、とでかい花火を打ち上げてほしいなって僕は思っております。まあ、より人とやっちょーさんのね、バチバチもね、あの、見たいよね。その同じ枠でね、新八丁より人ってすごい新鮮な絡みだったし、より人なんかもう、めちゃくちゃ実力者なわけじゃん。まあ、今でこそ、ああなっちゃったけど、やっちょーさんもね、ベテランで実,実力者。つまりはもうね、結構実力者っていうかね、あの、根気とかパワフルとか、 すごいアグレッシブ。だから、カレンちゃんとかはさ、あまりにも行き当たりばったりでさ、だしバグってるし、なんかやり抜かないじゃん。やっちょさんへのクラファンするとか言ったのもさ、今だからカミングアウトするけど、あの、彼女がクラファンをするっていうね、カミングアウトしたわけじゃないですか、ツイートで。それ俺さ、クラファンで、あの、審査緩いるやつとかね、DM で送って進めたんだよね。で、頑張ってよ、やってよって言ったんだけど、結局やんなかったわけじゃん。 でも、ツバにゃんはさ、実際動いてさ、あの、ね、審査通っていう、本当にやる気でさ、多分だけどさ、まあ、彼女も、まあ、風俗の仕事とか、まあ、いろいろ経て、やっぱりこの配信、このえ、エンタメの中で頑張りたいとか、もう一花探しせたいっていう気持ちがあると思うんだよね。だか次はだから、ノリに乗ってるから、やっちとさんもそこに乗って、なんか、面白い活動、なんか、してほしいなと思うね,ちね。ちなみにね、あの、つばにゃん絡みの動画、あの、さっきさ、 あのツイートに流したんだけどさ、やっちょさんのリスナーがさ、いいねとかしてくれないからさ、やっちょさんリスナーはさ、まあ、ツバにゃンのこともあんまりよく思ってないね。でもそこも似てるんだよ。あシン・ヤッチもさ、大原おじさんとかさ、バッシングばっかじゃん、ツバにゃんさんもさ、他の枠とかでさ、バクソバクソって言われてんじゃん。でも、まあ本人たちはやる気あるし、まあ、そんなのもろともしないパワーがあると思うんで、まあ、ね、面白い活動してほしいな、まあ、俺が言わなくてもね、もう、ツバにゃンはガンガンやっちゃってるから、やっちょさんもぜひそこ持ってほしいなって、僕は思っております。 あと、金八さんが言ってたんだけどさ、新八丁は10年さ、配信やっててさ、これっていうのは、うなぎを10年焼いてるさ、職人みたいなもんでさ、すげえからとか、もううなぎ役プロ職人だからとか言ってさ、やっぱ10年はすごいよね。うん、だから、うん、あのやっちょさんとしてみたら、変な小粒のやつとか、なんかあんま仕事しない配信者は切ってさ、切ればやっぱ面白いやつ入ってくるからって、やっちょさんもね、バズってほしいなって僕は思っております。じゃあどうもありがとうございました。